NBA2K 攻略チャンネルへようこそ、リュープです。さて本日の動画は最強と言われるクローズフェードシュートの紹介です。今ネットをざわつかせている最強シュートです。こちらですね、ゴール近くのポストフェード、クローズフェードと呼びたいと思います。操作方法や対策、おすすめビルドを紹介していこうと思います。はい、前回ですね、リズムシュート、ポストフェードのリズムシュートを紹介しました。これをゴール近くで出すとチェックを受けていても簡単にグリーンが決まるんです。こちらです。完璧なディフェンスをされていてもグリーンなんですね。あまりにも強すぎて必ず対策が来ると思うんですけれど、その前に紹介しておこうと思いました。さあ今回使っていくのはこちらのタカちゃんビルドを使っていきます。このビルド、実はポストフェードの天才をレジェンドバッジが付けられます。このレジェンドバッジを付けることによって非常にこのポストフェードが有利になります。そして今回は、ノーマルのポストフェードでシュートタイミングを高リスク、ハイリスク、ハイリターンにして設定します。さあやり方見ていきましょう。この位置、このエリアでリズムシュートのポストフェードを打ちます。右スティックを左、頭の上に来たら右にフリックします。リズムシュートです。さあもう一度いきます。今度は反対側です。右左、この方向なんですけれど、なるべく、背中の方にくるっと回らない方がいいです。で背中の方にくるっと回ると止められることが多いので、向いている側にまず進んで、そして反対側にフリックしてリズムシュートを打ちましょう。ではチェット・ホルムグレンと、こちらのマイコートで練習をしたいと思います。チェット非常に背が高いので、ゴール下で普通シュートを打つと止められてしまいます。では普通にシュートしましょう。はい、わしづかみブロックを食らいました。普通こんな感じに簡単に止められるんですけれど、ではクローズフェードです。はい、止められません。プレッシャー受けてるんですけれど、グリーンが出ます。いや、もう一度行きます。どうぞご覧ください。タイトなチェック、真っ赤なチェックを食らってるんですけれど、グリーンが出ます。はい、またグリーンです。ゴールに近づきすぎるとフックショットになってしまうので、はい、この位置ですね、線の中に入らないようにしましょう。はい、どんどんクローズフェードが決まっています。もう連続得点です。はっきり言って簡単すぎます。これはダメです。もうシュートというか作業と化してきました。正直言ってあまり面白くないです。でも点数が決まってしまうんですよね。クローズフェード、グリーンです。オンラインでも使えるのかなということでパークに行ってみました。するとできました、グリーンです。はい、ビッグマンを相手にしてもグリーン。ディフェンスが2人いようがお構いなしです。グリーンが出ます。シュート前のこのスティール、これが最適解じゃないかなと思いますね。対策するにはもう打たれてしまうと決まるので、打つ前に止める、このダムダムダムとやってる時にスティールをするというのが防ぐ方法かもしれません。というわけで、点数は入るんですけれど、正直言って面白くないので、これはオンラインでは封印しようということでこの回だけ使わせてもらいました。それぐらい強いということです。このクローズフェードに特化したビルドを作ろうということでちょっとチャレンジしてみました。身長7フィート1、ウィングスパンも同じ7フィート1です。体重は、体の強さ95になるまで設定をしたものです。スピードをその他マックスにしていきます。まず、フィニッシュ系なんですけど、スターニングダンクは90でいいと思います。それよりもポストコントロール、ここをグッと上げてですね、93まで上げます。そうするとポストパワーハウス、紫殿堂入りをつけることができます。これでゴリゴリ押し込んでいきます。さらにシュートの方はこちら90まで上げます。ミドルを90まで上げるとポストフェードの天才紫つけることができます。最終的にはバッジマックスプラス1でレジェンド、赤いバッジに変えることで非常に効果的に働くと思います。パスの方は75に設定しました。
そしてディフェンスの方なんですけど、まだまだ数値が余っているので、インテリアディフェンスとブロックの方を88ですね、88にしてハイフライの金を装備しております。余ったのでディフェンスの方をリバウンドですね、ディフェンスリバウンドの方にも振っておきます。85でボックスアウトを金をつけることができます。そして微調整をかけて完成しましたと言いたいところなんですけれど、間違えてミスってジャンプ力78に下がってしまっています。ここ調整です。ショートレンジ88に下げてジャンプ力80まで上げておいてください。そうするとハイフライの金がつけれます。では出来上がったビルドはブルック・ロペス、シグマ、マイルズ・ターナー、攻守兼備型万能スコアラー。はい、ジャンプシュートです。ミドルが90あるので結構いいシュートをつけれます。 KD ベースのシュートを装備させました。ではテストプレイいきましょう。クローズフェードで点を取るビルド、クローズフェードビルドです。ともらったらゴシリゴリゴリと押し込んでいってクローズフェードグリーン。相手が体の重いブルック・ロペスでも関係ありません。そしてガードの場合はフェイクをかけてクローズフェードを押し込みます。ガンガン押し込んでもグリーンです。この位置からちょっと高い位置からでも OK です。クローズフェード決まりました。連続で得点が決まっていきます。はい、そうですね、同じシーンばっかりで面白くないと思うんですけれど、面白くないんですけど強いんです。そういうもんなんです、このビルド。では NBA の試合で使っていきたいと思います。使うのはタカちゃんビルドなんですけど、テイクオーバー、このバーベキューチキンをつけるとこのクローズフェード、ブーストされますので、いいと思います。 BBQ ですね。タカちゃんビルドの方、ポストフェードの天才が、ちょうどレジェンドになりました。オールスター、これヤングオールスターですね、ヤングオールスターの直前でレジェンドになったので、その威力も兼ねて見ていきたいなと思っています。さあ、チェットの上からクローズフェード、ドーンと跳ねのけてクローズフェード。タカちゃんビルドそんなに体の強さはないんですけど、83ですね。だけどチェットぐらいだったら吹き飛ばすことができますね。軽いプレッシャーを受けてもクローズフェードが決まります。難易度の方はプロでやっていると思います。初めて止められるシーン、ただしファールでした。このシュート止めるにはファールしかないということなんでしょうか。リックバリーのフリースロー、ポストスピンをうまく使ってですね、この位置まで中に入っていくっていうのがポイントです。そしてショルダーフェイクからアンクルブレイクしてクローズフェード。さあ、そろそろちょっと飽きてきたので、スリーポイントになったりダンクをしたりという風になってきました。本当に強いけど飽きてしまうっていうのがこの技の弱点ですね。まあ、でも絶対に点が取れるという技を一つ持っていくのもいいかもしれません。さあ、最後はプッシュドリブルからのコンタクトダンク。エンディングです。おそらく最強のクローズフェードを紹介させていただきました。対策するにはやはりシュートされる前に止めるしかないのかなというふうに思います。はい、ではこのチャンネルは初心者大歓迎です。動画に関係ないことでも構いませんので、コメント欄で質問をしてください。その時はあなたの機種を教えてね。そしてループ X やっております。最新情報を X でも配信しているので、ぜひフォローお願いします。またノートの方も始めました。こちらはビルドで、するときに役に立つデータ系が入っておりますので、ぜひこちらのフォローもよろしくお願いします。それでは NBA2K25 楽しんでいきましょう。リュープでした。バイバイ。